さてここで速報です。警察によりますと今日午後5時過ぎ北見市南町1丁目の丁字路交差点で左折しようとしたトラックと自転車が出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた女子中学生が頭などを打って病院に運ばれましたが軽傷だということです。トラックを運転していたのは50代の男性で警察が事故の原因を調べています。